着地は左足が伸びましたが、全部で1回半ひねってますね。1回半ですか、はい、ノビコフ 9.45、 リューキン 9.90、 ビロチェルシクが 9.80、 これも10点満点の飛び方ですね。アルチモフ、はい、高さはありましたね。手をついて前転飛びですね。そしてここから1回半ひねってますよ。跳馬の場合はあらかじめ基礎点というのがありますので、はい、日本はなかなか10点満点の飛び方ができなかったわけですが、そうなんです。スウェート勢は満点なら10点があり得る飛び方で挑戦しているわけですね、はい、なお平行棒ホフマン 9.85 でした。東ドイツです。8.80。